こんにちは、ユニマトリックスボイです。今日はゴールデンウィーク特別版ということで、先日の動画で、ツイモーションの動画作成の、やり方を溝井さんとお話ししましたけれども、この作った動画を YouTube を使ってお客様と共有するというやり方をご紹介したいと思います。はい、画面切り替えます。YouTube のサイトを開きました。今、Gmail のアカウントで、ログインしています。アカウントの作成方法は今回ちょっと割愛させていただきます。で、こちらのサイトで、右上のアカウントのアイコンをクリックしまして、こちらの YouTube スタジオ、こちらをクリックします。そうすると、こういう形で、チャンネル作成するかどうか聞いてきます。もちろん、チャンネル作成されているという方は、この画面は出てこないんですけれども、こちらが YouTube スタジオのダッシュボードになります。こちらで動画のアップロードを行うんですけれども、右上の作成ボタンでもいいですし、こちらの動画をアップロードというボタンでも構いません。はい、クリックするとファイルを選択ボタンが出てきます。まあ、ドラッグ&ドロップで、ムービーを持ってくることも可能です。ファイル選択ダイアログが出てきますので、共有したい動画を選択して開く。こちらでまず動画のアップロードが始まります。まあ、その間、タイトル等を、分かりやすくつけておきましょう。はい。こちらですね。いいえ、子供向けではありませんというところにチェックを入れて進みます。この辺はそのまま次へ次へと進んでいただいて、ポイントここですね。ここでそのまま、公開ってしてしまうと、まあ誰でも見れる動画になってしまうんですけれども、お客様とだけ共有したい場合には、限定公開という形で、動画のリンクを知っているユーザーが動画を視聴できますという選択項目にして、保存を行います。各種 SNS で共有するということもできますし、こちらの動画リンクで、リンクをコピーということもできます。再度動画の確認や編集を行いたい場合には、こちらのコンテンツという項目をクリックします。先ほどアップロードした、動画がありますので、こちらの詳細ボタンを押していただくと、まあ、サムネイルを変更したりですとか、説明文を入れたりですとか、こちらでまたURL を、コピーするといったようなことが可能になってきます。今日はツインモーションなどで作成した動画の、共有の仕方、お客様との共有の仕方を紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。